母さんが生まれ、毎日最高級のトイレにはうんぺひめ。いい湯だなから、泳げたい焼きくん。ドレミファアンパンマンに、ショパンやドビュッシーの曲、ブルグミラーナと、実にいろいろ弾いております。今日は、お天気が悪うございますが、雷が鳴ったらおへそを隠しましょうね。雷様がゴロゴロ鳴ると逃げろ。おへそを隠しましょうね。それでは今日はこの曲でさようなら。雷が遠くへ行きますように。アマピーソコピー、子供たちの安全、家内安全、皆様の健康、今年の夏も頑張るぞ。実は節分も年に4回あるそうでございます。もうすぐ楽しいゴールデンウィークですが、母の日にいろんな楽しいことが待っております。それでは明日もこうご期待くださいな。何でもリクエスト受け付けております。あんなことやってほしいわ、あんな曲歌ってほしいわ、何でもリクエストにお答えいたします。それでは皆様も雨が降ったら足元滑らないように、皆様も思いやりにねぎらい、よくできたね、良い言葉をかけてあげましょう。それではまた。明日もどんな楽しいことが待っているかな。良い子のペ、手形を一緒に書いてみたり、髪の毛をそっと撫でてあげると気持ちがいいわ。きちんと子供たちの好み、好きなことをよく理解しております。それではまた。